リンク。リンクは1 2ビット、2 0 4 8ワードのコンピュータ。リンクは世界初のミニコンピュータであり、同時に世界初の個人用コンピュータ、パーソナルコンピュータとべるものであった。リンクおよび MIT のリンクコンピュータ、1980年に DEC が開設した博物館によれば、DEC がプロジェクトに参加する前は、 そのように呼ばれていたは、MIT で設計され、最終的にデジタルエクイップメントコーポレーションとスピア、インク。後に、ベクトン、ディキンソンカンパニーが、子会社化が製造した。当時4万ドル以上の価格で販売された。6フィート20インチのラックに格納された構成が、多く、テープドライブ、小型ディスプレイ、制御パネル、キーボードが入っている4つのボックスからなる。 その命令セットは小さかったが、PDP-8 の命令セットに比べれば大きかった。実験で使用するのに便利なインターフェースを備えていた。アナログ入出力は基本設計の一部となっている。1962年、リンカーン研究所の都がアメリカ国立衛生研究所のために設計したものである。リンクの設計が文字通りパブリックドメイン化されたことで、 コンピュータ市場でもユニークなマシンとなっている。リンクの生産台数や誰が製造したかということはあまり問題にされない。ある文献によれば24台のリンクが MIT のサマーワークショップで組み立てられたという d e g とスピアインクが製品化し製造した。ゴードンベルはリンクプロジェクトが1961年に始まり、 1962年3月に1台目が完成したとしており、それが正式に撤収されたのは1969年12月のこととしている。DEC 製のモジュールと筐体を使って全部で50台が生産され、多くがリンカーン研究所で組み立てられた。1台目のリンクには2つのオシロスコープが表示装置として備えられていた。DEC は 製品版21台を43,600ドルで販売。標準の開発用ソフトウェア、アセンブラ、エディタはで最終版はラップ6と呼ばれていた。リンクの制御パネルの機能はプログラムのステップ実行機能だけではなく、あらゆる意味でデバッカ機能を備えていた。例えば、プログラムカウンターがスイッチで設定した値になったとこで実行を停止することができた。 より重要な機能として、プログラムがスイッチで指定したアドレスにアクセスした時に停止させる機能もあった。シングルステップ実行や停止状態からの復帰は自動的に繰り返し行うことができた。繰り返し例とは、毎秒1命令から最高速度の半分の速度まで制御パネルにあるアナログノブとセレクトスイッチで選択可能だった。プログラムを毎秒1命令で 実行開始して、徐々に加速させて、最高速度まで持っていくこともでき、コンピュータの速度というものを体感することができたので、ある。アナログノブは、マウスのような入力デバイスとして利用でき、例えばディスプレイでのグラフ表示の拡大縮小、ディスプレイでのカーソルの移動といった制御が行われていた。リンクの特筆すべき機能として、リンクテープと呼ばれる磁気テープ装置がある。 オプション装置ではなく基本スペックに含まれており、オペレーティングシステムはリンクテーップに依存していた。リンクテーップは言ってみれば、シークが非常に遅いフロッピーディスクのようなものである。当時の大型マシンの磁気テープ装置は大容量で、全部を読み取るには長時間かかり、テープ上の特定の位置のデータブロックだけを書き換えるということができなかった。対照的にリンクテイップは小型で素早いデバイスであり、 容量は約 400K で個別書き換え可能な固定フォーマットになっていて1分足らずで端から端まで読み取り可能であったテープは固定サイズのブロックでフォーマットされファイルシステムとして使用れた1命令で指定箇所まで飼育しそこで複数ブロックを読み書きできたファイル名は6文字であるこのファイルシステムはソースファイルと対応する実行ファイルを 同じファイル名で格納することができた。実際には、ファイル名には1文字の拡張紙があり、S と B でソースカバイなりかを示していた。リンクは、標準スペックでは102412ビットワードのコアメモリしかなく、最大で2048ワード。通常の操作でもリンクテープへのスワップアウトが、頻繁に発生した。DEC は後に非常によく似た、設計のの特許を取得したが、 後に裁判で無効とされた。リンクテイップは非常に信頼性が高く、後にその代替となったフロッピーディスクよりも信頼できた。リンクテイップには簡単な冗長性が備わっていて、データはテープの幅方向の2箇所に必ずコピーして記録された。これを確認するために紙テープの3穴装置でリンクテイップに穴を開けてみると、全く問題なく読み込むことができるのである。 装置にはキャプスタンがなく、テープの回転は直接リールのモーターで制御された。早送りとか高速な巻き戻しはなく、ある意味で常に高速回転しながら読み書きしていたとも、言える。操作モードによっては内蔵スピーカーで、テープの内容を音として再生することもできる。リンクのキーボードは、ソロンエンジニアリング社が製造したもので、各キーには、ロック式ソレノイドが使われている。 ユーザーがキーを謳歌すると、リンクは全キーをロックしてその状態で動かないようにし、押されているキーをハードウェアレジスタに読み取り、プログラムがそのレジスタを読み取って、その後にソレノイドのロックを解除するという手順を踏んでいた。このため、キー入力は非常に遅くなってしまい、キーロールオーバーが全くできないのである。そのため、口述するリンクマイナス8や、 PDP-12 ではこのキーボードは使われなかった。リンクは12ビットワードを横4ピクセル縦6ピクセルでディスプレイに高速かつ自動的に表示することができ、これによってちらつきのないフルスクリーンテキスト表示を可能としていた。標準表示ルーチンは46ピクセルの文字を表示するもので非常に荒くて見にくい表示だった。ディスプレイは テクトロニクス製オシロスコープを流用した5インチのブラウン管で特別な増幅機を接続していた。ゴードンベルによれば、リンクの設計から DC は初の18ビット機 PDP-4 と初の12ビット機 PDP-5 の着想を得たという。その後、PDP-8 で成功を収め、それにリンクとの互換性を加えたコンピュータを開発。 その後 TTL 化した PDP-8i をベースにし、リンクも再設計して結合した PDP-12 を開発。リンク -8 は PDP-8 とリンクを結合したもので、PDP-8 側のプロゴハップというプログラムで起動された。PDP-12 はリンクの後継としては最後の機種で最も広く使われた。 様々な改善がなされていたが、根本的には、リンクと PDP-8 を無理やり結合したアーキテクチャである。例えば、リンクにはオーバーフロービットがあり、アーキテクチャ上重要である。しかし、PDP-12 では、PDP-8 側の割り込みの際にこのオーバーフロービットをセーブ、リストアする機能が勝った。DEC の PDP-11。11 英3はミンク -11 と呼ばれ、各種実験用入出力モジュールを実装できた。プログラミング言語としては、実験用 IO をサポートするミンクベーシックがある。ミンクという名称は、マルチ、インストルメントコンピューターの略で、明らかにリンクを意識した命名だが、リンクとの互換性もなく、全くアーキテクチャ上の関係はない。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。